箱書き読みますと、リーチ作柳絵ぐいのみ新作式、バーナード・リーチの作品を浜田新作氏が極めた箱書きです。それに入っていたのがこの杯ですね。こちらは超悪質バーナード・リーチ作柳絵ぐいのみ浜田新作式箱という動画ですでに紹介してあるものですが、これがどういったものなのか繰り返しになりますが、早口で説明したいと思います。これは超悪質な乾物ですね。というのは組織だって行われたものだと思います。まず本物のバーナード・リーチのぐいのみ作品があります。なかなかね、入手は難しいものですので、数を扱う骨董店などそういうところが入手したのではないでしょうかね。そしてそれを箱に入れて浜田新作さんのところに持ち込み、本物鑑定で箱書きをいただきます。そしてまた1年後に人が変わってね、同じ柳絵ぐいのみを持っていき、そこでまた新作さんの式箱を得ます。それをね、何度も繰り返して浜田新作さんの式箱を増やしていくわけですね。そこにこういう真新しいバーナード・リーチ作風の柳絵ぐいのみを新たに作らせて入れるわけです。ここにね、バーナード・リーチの印が2種類押されていますね。こういうものは贋作者にしてみれば簡単に作れるものです。杯を作っているのは相当経験を積んだ陶芸家ですね。素人の作りではないです。バーナード・リッチのぐいのみ作品、本物であれば骨董店ではね、50万円くらいするような品物です。本格オークションでも評価額で30万つくような品物ですので、一つ箱を入手できればね、そこから生まれる利益はまあまあ大きなものではないでしょうかね。ただね、関わった人間が多ければ多いほど利益はね、分散されますから、まあ浜田新作さんのところに持ち込む人はアルバイトでね、1万5千円くらいもらえれば当日払いでやるとは思いますけどね。まあそういうことが繰り返された一連の詐欺行為の中の一点ということですね。これが、私はこれをヤフオクで29,100円、送料も含めるとね、そういう原価で買っております。バーナード・リーチの作品は私は手にしたことがないので、届いた時ね、新しいなと思いましたが、本格オークションの方に送って調査してもらいました。そしたらね、初めは大丈夫なんじゃないかななんて言われたんですけども、やはり専門家のところに持っていくとね、全然ダメだと。こんな5、6年前に作られたような杯じゃないかみたいなことを言われたようですね。確かにこれは本当未使用みたいな杯です。でね、これバーナード・リーチの印2つ押してあるとね、箱がなくてもネットオークションのね、結果なんか見ると1万円超えくらいで売れてるんですよね。なのでね、これを私が手放すとまたね、人を騙すようなものになってしまいますのでね、ここは心を鬼にしてこの杯を破壊したいと思います。箱は私、浜田窯の方にね、時々鑑定依頼で行きますので、その時に浜田智夫さんにお返しするか、あるいは私が浜田新作さんの本物箱書きのね、資料として保管するか、どちらかにしたいと思います。今ここでね、箱書きを消すということはありません。それではこれからこの杯を破壊して、二度とね、人を騙すようなことがないようにしたいと思います。はい、相当に硬いものでしたが、コッパみじんに割れました。これでね、また一つこの世から贋作が消えました。少しね、心が辛いところはありますけれども、これで良かったんだと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。